本日の相談です。トミさんいつも YouTube 見ております。アプリで知り合って付き合って半年になります。いい子だなと思うのですが、たまに私のことを見下すことを言ってきます。そういうノリの子かなと思い、自分も冗談っぽく彼女をいじったりするとすぐ怒ってしまいます。正直何が地雷なのかわからないし、情緒不安定なのか、危険にも波があるので付き合うにも気を使います。せっかくできた彼女だし、もちろんいい面もたくさんあります。でも一緒にいて落ち着かないし、結婚生活が想像できない相手とは年齢も年齢なのですぐにお別れした方がいいでしょうか。いつもご視聴いただきありがとうございます。恋愛アドバイザーの津崎まみです。ということで今回は別れた方がいいかっていうことなんですけど、彼女がどういう内容のことを言っているのかで決めるのがいいのかなというふうに思います。内容っていうのはあなたのためを思って言ってくれてるのか、それとも自分のイライラであったりとか不満の吐け口としてあなたを傷つけるという目的で言っているのかですね。例えばなんですけど、女性からね、あんたほんま頼りないわ、そういうとこ嫌やね、みんなも言うてんでみたいなね、言い方でキレられたことね、ある方いるかなと思うんですけど、これね、まあ言い方ちょっとひどいなとは思うと思うんですよね。思うと思うんだけれど、だけどこれを悪口と取るのか、それとも自分に必要なことを言ってくれたって取るかは受け取り手次第ですよね。まあもちろんね、言う側も言語化する能力であったりとか表現方法っていう部分はね、まあ改善する点があるかもしれないんだけれど、だけど何か言われた時に自分が勝手にね、なんかこう嫌なフィルターかけて見てしまってないかっていうのは考えるべきかなというふうに思います。でその上で判断されるのがおすすめです。ただね、とはいえ最初から別れといた方がええよとか付き合わん方がええよっていう、まあ人は存在するので、今回はそういう方を中心にご紹介していきます。ということで、別れた方がいい女の特徴、一つ目、嘘つきです。まあこれは当然なんですけど、嘘をつく人とは基本的にはね、やめといた方がいいですね。まあ、ただその嘘の理由にもよると思うんですけど、あなたのことを傷つけないための優しい嘘ってありますよね。例えば、全然何にもしてないでって言いつつ、サプライズで何か用意してるとかっていう場合は、嘘ついてるけど、でもその嘘ってあなたのことを楽しませたいとか、びっくりさせたいっていうですね、まあそういうプラスの気持ちでの嘘じゃないですか。だからそういうのはね、いいと思うんですよ。それによってね、二人の関係がより強固なものになりますからね。でもそうじゃなくって、まあ自分のダメなところを隠すとか、なんかこう嘘をついて他の人と遊びに行くとか、そういう根底のね、信用問題に関わるようなこと、まあ言うことがね、コロコロ変わるとかもそうなんですけど、そういう場合はちょっとやめといた方がいい相手かなというふうに思います。二つ目、金銭感覚が大きく違うです。物欲がね、強いタイプってまあいると思うんですよね。でもその物欲ね、どうやって満たしてるかってすごく重要というか、あなたのお金とか、あるいは接客業でお客さんから買ってもらうみたいな形で自分のね、こう欲望を満たしているっていう場合は、結婚してからもね、それってまあ基本的には治らないので、なのでね、やめといた方がいいかなと思います。特にね、あなたに無理をさせてなんか買わせるとか、毎回毎回高価なものをねだってくるとかっていうのって、あなたのこと考えてないですよね。自分のことしか考えてないタイプなので、まあ、そういう人とはね、やめといた方がいいかなと思います。三つ目、ネガティブな発言とか愚痴が多いです。人って一緒にいる人の影響めっちゃ受けるんですよね。だから、ポジティブな人と一緒にいると、自分もね、自然と明るい気持ちになるし、ネガティブなこととか愚痴とかばっかり言ってる人と一緒にいると、自分もやっぱりですね、ネガティブな気持ちになったりとか、物事のネガティブな側面を見るようになってくるんですね。なので、たまに愚痴言うとか、たまに落ち込むとかやったらいいんだけど、ベース落ち込んでるとか、ベース暗いとかっていう人とは、やっぱりね、自分自身がそっちに引っ張られちゃうから、人ってね、下に合わせるのは簡単なんですよ。だけど下の人を上に引っ張り上げるってすごく難しいから、だからまあ最初からね、同じレベルの人と付き合うっていうのを心がけられるといいかなというふうに思うし、愚痴とかね、ネガティブなことを言ってしまうっていう気持ちはわかるんだけれど、だけどその子がどういう目的でそれを言ってて、でそこから立ち直るというか、ポジティブな側面を見るっていう方向に行きたいと思ってるかどうかっていう部分も合わせて見極めが必要な相手かなと思います。4つ目、恋人やから何言っても許されると思っている。恋人やからって言って当然やけど、人格を否定するとか、その人の尊厳を傷つけるようなことっていうのは、まあ、言っちゃいけないですよね。これは恋人に関わらず、まあ、友達でも家族でもそうですよね。絶対にそういうことは言ってはいけないです。でもね、それを言ってくる相手っていうのは、まあ、人との距離感がバグってる人なんですよね。恋人ってね、一緒にいることで勇気をもらえたりとか元
気になったりとか癒されたりとかっていう、やっぱりそういう存在であるべきなんですよ。喧嘩をしてもでもポジティブな要素の方が強いっていう関係が理想なんですよね。そう考えると人格を否定してくるとか、すっごい理不尽なことを言ってくるとかね、尊厳を傷つけるとかっていうのは明らかにそこじゃないですよね。一緒にいるとエネルギーを奪われる相手なので、まあ、お互いに別れた方がいいかな。5つ目、あなたの優先順位が低すぎるです。一時的に仕事が忙しいとか、なんかこう、すっごく詰まってるものがあるとかね、集中して何かに取り組みたいとかっていう場合は除いて、基本的にベースあなたの優先順位低いっていう相手は、やっぱあなたのことを大事に思ってない相手なので、別れた方がいいと思います。ただこれね、お互いに恋愛の優先順位低いっていうタイプで、まあその理解し合えるんやったら別にいいんですよ。だけど例えばあなたがずっと寂しい思いをし続けてて、それを相手に言っても、あんまり解決方法を探してくれないとか、まあ、あんまり関心を持ってくれないとか、という場合は、あなたそのものというより、まあ、あなたのお金であったりとか、まあ、あなたと付き合っているというステータスであったりとか、そっちの方しか見てない相手っていうことができます。別にね、恋愛って人生の全てじゃないし、恋愛をしないっていう方もいるから、常に一番じゃなくてもいいんですよ。だけど、ずーっと最下位って、その関係どうなんて思いますよね。だからやっぱりね、お付き合いをするなら、自分のことを自分以上に大切に思ってくれる人がいいって私は思います。だからあなたのことを大切に思ってくれる人を探すために、別れた方がいい相手かなと。思います。ということでまとめです。今回は別れた方がいい女の特徴をご紹介しました。まず一つ目、嘘つきですね。で、二つ目、金銭感覚が大きく違う。で、三つ目がネガティブ発言とか愚痴が多い。で、四つ目は恋人やったら何言っても許されると思ってる。五つ目、あなたの優先順位が低いでした。この動画が少しでもいいなと思っていただけましたら、グッドボタンとチャンネル登録をよろしくお願いします。この動画の感想もコメント欄に書いていただけるととっても嬉しいです。